固定の部を左に回して、固定の部とスプロケットカバーを取り外してください。ガイドバーのイラストとカッターの向きが合っていることを確認してから取り付けてください。ガイドバーの先端から装チェーンをガイドバーの溝に入れて、反対側の装チェーンをたるませてください。スプロケットの溝にドライブリンクをかけて、取り付けネジにガイドバーをはめてください。ガイドバーを先端側へ引っ張って、装チェーンがたるまないようにしてください。ガイドバー取り付けネジを合わせ、スプロケットカバーを本体に取り付けてください。次に装チェーンの張り具合を確認します。ガイドバーの中央で装チェーンを指で引き上げて確認します。装チェーンの調整は、調整リングを装チェーンが張る方向に回して行ってください。ガイドと装チェーンの下端との間が2から4ミリ程度になるように調整してください。最後に固定の部を右方向に回して、しっかりと取り付けてください。作業をするときは、保護手袋、保護メガネやフェイスガード、防音保護具を着用して、作業に適した服装で行ってください。